はい、短期決戦です。4月1日7時3分です。ドル円は 111.40、 ユーロ円は 118.69、 ポンド円は 139.80 です。ダウは65ドル安、原油は 50.81、 先物は240円安です。先ほど240円ですけど、日経比ですると30円だったんですね。この前日の終値よりも30円上がった状態ということです。だからドル円が下げた割には日経は下げてないっていうことですね。ダウも65ドル安ですから、そんなに心配することもないと思いますが、アメリカが自動車産業とかにイチャモンつけてきたんで、どうかってことですね。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。